はい、えー、皆さんこんにうは,、えー、ンンはですね令和2年の司法書士試験最終合格の穴山さんをお呼びいたしまして、えー、穴山さんが本試験の問題をどのように当日解かれたのか何かご自分のやり方等をです、ね、工夫されたところがあるのかというのをちょっと実際に今日問題冊子を持ってきていただきましたので少し本人からご説明をですねしてもらいたいと思いますでは穴山さんよろししくお願いします。 実践力パワーアップ講座を受講させていただいて2020年度合格させていただきました穴山です。今日は、えっと、僕が実際に当、えっと、えっと、あとは模試あとは本試験、えっと、同じすべて同じやり方でやっていたんですけれども、まあ、その方法を、まあ、簡単にあの説明させていただければと思います。よろししくお願いいまますはいでえっと、まず まあ、卓一について僕は特にあのオリジナルのこういったことをやってますっていうのは実はないです。あるとしたら、えーとまあ、例えばそうですねこれこれそこまでじゃないですねたうーん今これちょっと午後科目の,あの本試験のやつ使ってるんですけれども。 こういうい不等法とかですと、まあ、問題文長いことって往々にしてあると思うんですで、まあ、そういったものとか、まあ、これはそこまで長くないかあまあまあ長いですねスラッシュ入れてあの必要な部分ここまで読みましたスラッシュ次ここまで読みましたスラッシュっていう形で、えっと、区切ることを意識づけていました区切ることであの論点が頭の中でごちゃごちゃにならないのがまあ僕は いいのかなと思って。あとは例えばこの問題であればまあ、うがあの合ってるので、うにチェックつけて。あこれう映ってないですね。ここですね。うにチェックつけてで、あとは絵と意をえっ、ー、と判断して、絵がこれ多分違うんで切っていの？判断をせずにまあ、ういで正解という。まあこんな感じで、択一はもうなるべく早く早く消去法を使ってやっていました。他に特に。 何かをやってたわけではないですなのであんまり僕からのおすすめなんですけれどもあんまりこう卓一に関してテクニカルな方法とかを使わない方がいいんじゃないかなと思いますはい。で、僕の本丸は実は記述問題でして、ね、記述に関してはちょっと 強くおすすめをさせていただこうかなと思いますこれもちろんあの海の先生が、えー、と教えてるものの、えー、とバージョン2.0みたいな感じであのちょっとアップデートさせたものです基本はなのでほぼ一緒なので実践力パワーアップ講座を取っている方であれば、まあ、ちょっとそのまま使えるものかなと思ってますえっ、ー、とまずですねここが。 ちょっと見てほしいんですけど免許税あるじゃないですかこれ免許税一番見えるところに置きますというのは免許税をいちいちパラパラめくってると時間がもったいないですあっとそうですねこれちょっと今商業なんですけど、まあ、どこでもいいんですけど不動産登記で、まあ、土地なんか多分出てきて二筆ぐらいなのであの免許税はもうすであ、えー、っと課税価格ですね課税価格はもうすでにここに書いてしまってあとでこのいちいちパラパラめくったりしないようにここの時間の短縮に使いました。あと,、えーっと 僕は第1問、第2問分けてもうすでにあの登記すべき、まあ、内容を、まあ、軽く書いてしまう。で、最後書いたものにこう順位付けしたりして、答、え、案、っと、に書き込んでいくっていう作業をしてました。こうすることであの、権利者、義務者どっちだったかなとか、添付書類何があったかなっていうその思い起こす作業をなるべく減らすっていうことをしてました。ななののででこれ本試験のやつで最初なんか 相続かなと思ったんですけど多分構成かなんかがあったの気づいてすぐこれバツつけて消してその後ろにすぐ構成をもうひな形ばって思い出して書いてでっていう時もこうなんかもう本当にざっくりなんですけど書いて書いてであじゃあこれ1番目にやるなこれ2番目だなってまあちょっと今回は本試験ので汚いんですけど、まあ、こういった感じでこれは違いますね。これはあの再現答案をあの 作っただけなんででででこういういいい感じでもう本当に汚くても何でも何いいのでどんな登記をして登記、えー、事項として書かなきゃいけないことを本当に素早く書き起こすっていう作業を不動産登記法ではしてました。これで結構見直す時間とかパラパラ結局問題用紙あのめくり返したりとかする時間が結構ロスにつながるのかなと思います。で商業、まあ、これはもう運の クラスの方であればおなじみのあのもう本当にあにおなじみのやつですねあの役員のやつですねで逆に僕党案構成用紙商業は役員しか使わないですというのはえっと登記すべき事項がそんなにこう複雑じゃないんですよ不動産登記みたいに時系列改定とかいう あのものでもないので逆に役員さえ間違えなければ不動商業登記ってそこまで大きく失点することは僕はないんじゃないかなと思ってたのであの細かい登記事項は、えっと、別に特に書き起こしたりはせず役員のみに注力してました。問題用紙、まあ、そうですね僕は 結構ザクザク書き込んじゃう感じなので、まあ、数字だったり、まあ、重要なところに軽くマーカーを引いて、まあ、不動産投機に戻るとまあこんな感じでよ、まあそ,ね、そうだなという場所をチェック付つけます。でまあ、チェックはあの先ほども言ったんですけど事例問題ベースで何台も何台も解いていけば大体ここが重要だなというのは分かります。絶対分かりますあの、まあ、ちょっと 断言するとあんまりよくないんですけど不動産登記は名変登記とあの寝定当件とあと相続ここが大体いつも怪しいです模試もそうでしたし本試験も、まあ、相続は出なかったけど、まあ、怪しいポイントなんか決まってるので,で商業も大体狙われるのは役員か数字系です <laughs>、あのーまあ、し細かいところいくらでもあるんですけれども登記できない事項とか商業の方はもっとこうテンプレートに あのおそらくこれだなとか模試で出てきたのこれだなって引っかかると思うのでひたすら事例ベースで解いていくことをお勧めします本試験で特にうーん気をつけることっていうのはないですねマーカーつけて、まあ、あとは答案用紙構成用紙をしっかり使い切るっていうところですかね僕,の僕からはこんな感じです。はい えー、それではありがとうございました。えー、今回のですね、アナヤさんのやり方ね、ぜひ参考になさってみてください。